面白かったね。あ、ここだったんだ、小丸山。うん、登山口こんなとこにあったんだと思って。ね、いいね、堂々と藤原通してんのって書いてある。ね、みんな超ネタにしてたじゃん。あれ何あれって。バイカーの人たちも藤原豆腐団だってとか言って笑ってる。笑ってたよね。まあしょうがないね、聖地だからな。聖地ではない。でもやばいね。聖地ってやべえ。こんなとこレースする場所ねえぜ。ただそうやっちゃう人たちが来ちゃうのも事実だからな。じゃあちょっと定めに行っちゃうよ。うん。多分辻坂はね、なんもないと思うんで。あの、茶屋とか。向山もなんか近くで食べてる。なんか地形の県境に近い。走りずれ走りずれ。何が小石を多分ボンってやったんだと。目疲れてんだろうね。あのね、多分分かったんだけどね、目疲れると睡眠くる。睡眠っていうか睡魔くる。怖え。私目疲れてると睡魔が来ない。あ、頭痛がする。これバイク走るとかね超怖え。バイクはちょうどいいかもね。止まり。車はちょっと怖いね。めちゃして走るかしらね。チャッター様がね。まあ別に大丈夫なんだけどさ、多少のあれは。ただ走りずれ。本音を。あれこっちからって行ったことないんだっけ？何が？ここ通ったことないんだっけ？こっちの道って。こっちの道を通った。これ今通ってる道。あるよ。あ、あるよね。ある。いつも通ってる道。逆がない。走りずれっていう。ある。いや慣れないこの道。何回走っても正直チャッターもあるし、あそこもまた事故の後もね、まあ、盛り上げてもいいんだけど別にあれないんだけどさ、今回はそこじゃあ事故じゃないですよ、陥没してる道が怖え。これやっぱ山だからしょうがないんだよ、陥没はもう、うん、しかも濡れてるからさ、それな、そう滑りそうで怖いんだよ、つらい。まあ大事だと思う。予約ステッカー手に入ったね。やったね。いつも下山後に行ってから店やってんの。で、昼間営業して、その後夜も営業するんでしょ。すごいね。ここでカメラに映してみる。あ、まあ、動けないか。はい。いや、このステッカーをカメラに映してみって言おうと思ったけど、動けない、ね。ちょっと今は無理でしょ。右方向です。無視してなくて。どう止まる。線がわからん。ここか。こんな感じですね。